宇宙ステーションの悪魔は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター、フーのシリーズ1第7話、BBC1 で2005年5月7日に放送された。脚本は、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビス、監督は、ブライアン・グラントが担当した。本エピソードでは、異星人のタイムトラベラーである9代目ドクターと彼の、コンパニオン・ローズ・タイラーが、近未来の天才アダム・ミッチェルを加え、 西暦20万年のサテライト5に着陸する。サテライト5は人類帝国全土へニュースを放送する宇宙ステーションである。しかしドクターはサテライト5に異星人がおらず、フロア500に昇進した人間が失踪していることに気づき、サテライト5に疑念を抱く。ドクターとローズは人類を秘密裏に支配するエイリアンのジャグラフェスと部会ギターの存在を暴く。 一方でアダムは失態を犯し、ドクターとローズにより家へ戻されることとなる。宇宙ステーションの悪魔のコンセプトはもともとデイビスが1980年代のドクター風脚本オフィスに提出していた。彼は追放されるコンパニオンを描いたストーリーラインに興味を持った。また、本エピソードはメディアの風刺であることが批評家から指摘されている。 制作は2004年11月と12月にニューポート、12月にコリトンで行われた。イギリスでは801万人の視聴者を獲得し、批評家からは一般に賛否の混ざった批評を受けた。図書座シューティングスクリプツによると、ラッセル・ティー・デービスはもともとローズがマネキン・ウォーズでそうであったように、アダムの視点から冒険を広げて、 ドクターとローズを謎に満ちて恐ろしいキャラクターとして見せるエピソードを執筆する予定であった。彼はこのアウトラインに従い、課題をアダンとしていた。ザ・コンパニオン・フークドゥントという別の課題もあった。デイビス曰く、宇宙ステーションの悪魔のコンセプトはもともと1980年代前半に執筆されて、ドクター風の制作オフィスに提出されていた。 当時の制作チームがそれを読んだかは定かでなく、デイビスは BBC スクリプトイニットからリジェクトを受け、より現実的な話を書くようアドバイスされた。デイビスは新シリーズ用にストーリーの再構成に努めた。本エピソードの DVD コメンタリーでは、監督のブライアン・グラントと俳優ブルーノ・レン・グレイがアダムの行動のさらなる動機を研究した。脚本の初期の総案では、 アダムの父が彼の時代で富治の病に苦しんでおり、彼は2012年から西暦20万年の間に発見された治療法を探ろうとした。後の段階では関節炎となった。グラントは完成した脚本にその動機が存在するかのように話したが、実際にはその痕跡も残っていない。また、アダムの凍った土砂物はキウイフルーツとオレンジを凍らせたキューブであることをラングレーと グラントが明かしている。宇宙ステーションの悪魔は、サイモン・ペックのゲスト出演に焦点を当てており、彼は悪役の演技を楽しんだ。サイモン・ペックは、ドクター・フーと共に育ち、ゲスト出演できることを素晴らしい名誉と考え、悪役としてキャスティングされたことを喜んだ。彼は、以前8代目ドクターのオーディオドラマインベーダーズ・フロム・バーズで、ドン・キャニーを演じていた。 エディターは、ドクターとローズにジャグラフェスの名前を、偉大なる聖ハドラジャスティック・マクサド連邦のジャフラフェスと、告げ、ペックはこれを口にするのは、非常に難しかったと、インタビューで述べた。声優ニコラス・ブリックスがジャグラフェスの声を担当したが、同じく彼が、マネキン・ウォーズで担当した、ネスティー・イミ意識体と、あまりにも似ていたために使用されなかった。宇宙ステーションの悪魔は単独で、 シリーズの第四制作ブロックで制作された。スタジオでの撮影は11月30日から12月3日、12月7日、12月10日から12月15日にかけてニューポートのユニット級に倉庫で行われた。フロア139とフロア500に使用されたセットとコントロールルームのセット、郊外の住宅のセットは12月6日、8日、9日にコリトンの BT グループの建物で撮影された。家のセットは後に再制作され、12月15日のニューポート倉庫での収録に使用された。ジャグラフェスは完全に CGI で作られており、ザ・ミルが CGI を担当した。ジャグラフェスはサメのようなデザインで、サメのように素早く襲いかかるという意図があった。初期デザインは天井の肉の塊として描写された。 宇宙ステーションの悪魔は、イギリスでは、BBC1 で2005年5月7日に放送された。当夜の視聴者数は751万人、番組視聴選挙率は38.9%を記録した。最終的な視聴者数は801万人に達し、1週間のうち BBC1 で放送された番組では6番目に高い視聴率を記録した。宇宙ステーションの悪魔は、 父の思い出、空っぽの少年、ドクターは踊るとともに2005年8月1日にリージョン2の DVD でリリースされた。2005年11月21日にはシリーズ1のボックスセットとの一部として再リリースされた。日本では2006年10月17日に NHK 衛星第2テレビジョンで初めて放送され、地上波では2007年10月2日に NHK 教育テレビジョンで初放送された。地上波での放送に先駆け2007年3月21日にはシリーズ1の日本語版 DVD ボックスが発売され、その中に宇宙ステーションの悪魔も収録されている。2011年3月19日にはララ TV で放送された。本エピソードは一般に賛否の入り混じった批評を受けた。SFX 氏は 以前のエピソード、地球最後の日を想起させる、OK なエピソードであると表現した。ペッグ、メディアの支配というテーマ、ジャグラフェスを褒めた一方で、脅威のリアルで明白な感覚がなく、人類の文化が現代のものと同じに見えるため、想像力を捉えることに失敗していると批判した。ガーディアン氏のルパート・スミスは、ジャーナリズムの職業を満たすものであれば満足だが、 これは型だけだと綴った。ナウプレイングのアーノルド・ティーブランバーグは、宇宙ステーションの悪魔の評価を B マイナスとし、クラシックシリーズへの歓迎すべき回帰であり愉快で、あると表現した。しかし、本エピソードにおけるドクターを英雄に描かない、伝統の開発には疑問を呈し、チューブラリンであるとした。2013年にエピソードを批評した。 ラジオタイムズ氏のパトリック・マルケインはより肯定的であり、メディアの風刺としての素晴らしい行動と記した。また、彼は、サイモン・ペックとそのキャラクター、及び、アダムの離脱を称賛した。2011年にデモ・オブ・ギークのマーク・ハリソンは、思い返すと、宇宙ステーションの悪魔は、過小評価されており、シリーズ中盤の完全に楽しめるエピソードだとコメントし、 アダムの離脱を称賛した。ザ・エ v クラブ氏のアラスター・ウィルキンスは2013年に宇宙ステーションの悪魔を振り返って B マイナスの評価をつけた。彼は宇宙ステーションの悪魔をなくても済むと考え、エディターとジャグラフェスの動機があまり明確でないが、サイモン・ペックの演技がほぼ十分にその穴を埋めてくれたとコメントした。彼は単純なアイデアがあまりにも多い。これは よくても、薄っぺらに、最悪の場合は、未発達の物語であると感じさせる、累積的効果を伴う。このエピソードはほとんど失敗ではないが、それ以上であったかもしれない。と総括した。新シリーズのガイドブックフーズ・ザ・ドクトルでは、花々しくなければ、面白いとグレアム・バークが批評した。彼はペックを、これまでの最高のゲストと呼び、アダムを退場させたことに、 ラングレイが素晴らしい仕事をしたと主張したが、失敗したコンパニオン以外のストーリーラインが多くないとした。風刺が十分に巧妙ではなく、小説1984年といった他の物語から拝借していると批判した。また、彼はアダムの動機やローズとアダムの関係の掘り下げがカットされたことを残念だと主張した。バークの著者であるロバート・スミスはより肯定的で、 風刺は巧妙でなくても効果的であり、視聴者は当日のニュースメディアと関連づけることができると意見した。また、彼は宇宙ステーションのあくまで9代目ドクターが心に強く訴える人物として描写されたことも賞賛した。なお、二人はアダムを未来の技術と共に21世紀に放置するという決断を疑問視した。ありがとうございます。